将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思う内容を作成しました。3月2日に前夜祭、3日に第3局が新潟県魚津市の新潟グランドホテルで開催されました。立ち会い人は藤井猛九段、記録係は吉田京太三段、現地大盤解説会は千田翔太八段、佐田増美奈美女流二段が担当しました。戦型は角換わり腰掛け銀、伊藤七段は藤井棋王のエース戦法を受けて立ち形勢でリードする場面もあったが、終盤の攻め合いで競り負けた。ご覧ください。3月2日15時50分から対局場の見分が行われました。対局室には伊藤七段が先に姿を見せた。5分ほどして藤井棋王も入室、部屋の温度の調整方法などが確認された。その他問題はなく見分は10分ほどで終わった。見分の後、両対局者は打ち合わせや取材、明日の食事、おやつの注文、揮毫などを行いました。18時30分から前夜祭が行われました。藤井聡太棋王、能登半島地震で被災された方にはお見舞い申し上げます。新潟県にも大きな被害があったと聞いております。そうした中でご準備をしていただき心より感謝申し上げます。私は愛知県に住んでおりまして、愛知から新潟に行くのにいろいろなルートがあるのですが、会場笑い、昨年と同じく特急白雪に乗ってまいりました。昨年の対局は敗れてしまったのですが、終盤がいろいろなことがあって見ている方々に楽しんでもらえたというところはあったのかなと思います。今年も多くの方に注目していただける対局になるかと思いますので、楽しんでいただけるよう全力を尽くして頑張っていきたいと思います。伊藤匠七段、正月の能登半島地震で被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。そうした中でご準備をしていただき心からお礼申し上げます。私は新潟県に1回くらい訪れていると思い込んでいたのですが、どうやら記憶違いだったようで、会場笑い、今回が初めて訪れます。棋王戦では第1局から富山、金沢、新潟と初めて訪れる地方での対局が続いて、なかなか観光する余裕はないのですが、非常にどこも食事が大変美味しく、とても楽しませていただいております。第2局は反省点の多い内容となってしまったので、明日は行って行って最善を尽くしていい将棋をお見せできたらと思います。9時前に駒を並べ終わり、9時の対局開始を静かに待つ対局者です。定刻の9時になり、立ち会い人の藤井猛九段の藤井棋王の先手でお願いしますの掛け声で開始されました。藤井棋王はいつものお茶一口の後に6ふと飛車先の歩を突き出しました。後手の伊藤七段は8-4ふと飛車先の歩を突き出して予定通りの指し手です。10手目に伊藤七段が7-7角成と指して角換わりの戦型になりました。いつもの角換わりの手順が続いています。定石通りの指し手がトントンと進んでいます。33手目の藤井棋王が5-8金は少し珍しい指し手で自将棋対策でしょうか。34手目に伊藤七段は8-4飛車と浮いて藤井棋王の攻めを警戒しています。これで第一局とは違う将棋になりました。23年2月の A 級順位戦、先手永瀬九段、後手藤井八冠に合流しています。この時は先手の永瀬九段が勝利しました。10時前に37手目を藤井棋王が4-5桂馬と跳ねて、早くも戦いが始まっています。積極的に指している藤井棋王です。伊藤七段が昇降しています。4-4銀と指しました。両棋士とも研究なのか最善手が続いていますね。千日手模様もあるようです。11時頃の対局室です。藤井棋王はおやつを食べて戻っています。伊藤七段は40分以上コール中なのでおやつは食べていないかもしれません。午前の形勢です。5-8-9-8-4飛車と珍しい形になっています。44手目を伊藤七段が長考しています。
想定と違った展開になっているのでしょうか。 AI は3、8、各打ちを推奨しています。この手は一番見え見えの手なので、藤井九王は分かっていて指しているので、伊藤七段は悩ましいようです。34手目で3、8、各と打てば後手は馬を作れます。しかし2、6、飛車、4、9、角成り、4、7、義勇、次に2、9、飛車で馬を取る狙い、3、9、馬で、馬は作れても働きが悪いので嬉しくないですね、と控え室の千田八段。先手は場合によっては4、8、角と合わせて馬を消す手段もあります。これらを踏まえて控え室ではやや藤井棋王持ちと見られています。52分の考慮で伊藤七段の指し手は6、5、歩と一番強い指し手でした。藤井棋王は3分で3、5、歩と指しました。またまた伊藤七段が考慮しています。40分以上考えています。伊藤七段は危険地帯を歩いているような感じで、非常に読みにくい局面のようです。ターベマ解説の阿久津八段です。午前のおやつは藤井九王がいちごとピスタチオのガトーとアイスカフェオレ、伊藤七段がいちごのレアチーズケーキとアイスティーでした。伊藤七段が44手目を長考中の対局室です。このまま昼食休憩に入りました。九王戦第3局のおやつ候補です。7種類のおやつから選んだようです。新潟は前日からの雪もあり、少し雪があるようですね。対局は両者得意の角換わりの出だしにリードを広げたい藤井九王が早々に桂馬を跳ねて、早くも本格的な戦いが始まった。藤井九王が軽快な動きを見せており、アベマの中継に出演した阿久津八段は少しずつ見慣れない形で戦いに入っており、一手一手後手の難易度が高いとコメント。形勢に大きな差は見られないものの、持ち時間を多く使っている伊藤七段に対し、ここで踏みとどまらないと離されてしまいそうと考えていると思うとの印象を語った。伊藤七段が44手目を考慮中に昼食休憩に入りました。昼食は藤井棋王が軽略味わいランチと冷たいウーロン茶です。伊藤七段は海の幸中と温かい緑茶です。午後に入っても考慮している伊藤七段です。82分の長考で最善手の3、8、各打ちでした。藤井九王の次の指し手は AI は6、9、飛車を推奨しています。3、9、飛車を選びやすいですが、さて何を指すでしょうか。さすがに藤井九王も47手目を考慮しています。17分で藤井九王は最善手の6、9、飛車でした。アベマ解説の阿久津八段は、これは研究でないとさせないですねと、49手目を藤井九王が長考しています。 AI は3、4、歩を推奨しています。藤井九王が37分の考慮で3、4、歩と指しました。アベマ解説の八代七段は、自然な指し手ですと。伊藤七段は予定通りの3、6、馬と歩を取りました。どんどん指し手が進みました。藤井九王は玉を7、9に引きました。これで飛車が使えるようになりました。午後のおやつは藤井九王と伊藤七段ともに黒ごまプリンでした。藤井九王はアイスレモンティー、伊藤七段はアイスティーを注文しています。少し指しにくい展開と言われていた後手ですが、ここ数手で馬を自陣に引きつけて安定した陣形を作り上げました。こうなると馬が良い働きをしています。少し押され気味だった形勢を伊藤七段が見事に立て直したと言えそうです。61手目の藤井九王の6、7、歩が疑問手で形勢が完全互角に戻りました。馬で守られたことで藤井九王が攻めあぐねているのでしょうか。さらに63手目の3、6、歩で形勢が伊藤七段よりになりました。藤井九王に何か読みに誤算があったのでしょうか。
68手目に伊藤七段が最善手で、少しずつ形勢が伊藤七段に傾いてきました。69手目に藤井九王が勝負手で1、7に角を打ちました。この手で伊藤七段が有利になっています。アベマ解説の阿久津八段と八代七段はこの局面を見て後手が有利には見えないと、難しい局面のようです。さすがの伊藤七段も最善手はさせませんでした。2、3、金の指し手で形勢が逆転して70手目で藤井九王よりに形勢が戻りました。しかし最善手の7、5、歩と指さないと形勢は維持できません。3、6、歩が指しやすい手のようです。さて藤井九王の指し手は何になるでしょうか。さすがの藤井九王も最善手ではなく3、6、歩と指しました。また形勢が互角になりました。先手有利、攻勢になってきた藤井九王です。伊藤七段が一筋の角を狙って歩をついてきました。この指し手は疑問手で、形勢が藤井九王が有利になってきました。伊藤七段は馬を切りました。82手目の伊藤七段の指し手は疑問手で、形勢が藤井九王が優勢になりました。次の手で藤井九王は飛車を切れるでしょうか。 AI は飛車切りを推奨しています。これ以外では互角に戻ってしまいます。さて藤井九王は指せるでしょうか。23分で最善手の藤井九王です。86手目を伊藤七段が残り少ない時間の中で考慮しています。86手目で一気に藤井九王が優勢になりました。88手目の伊藤七段の1、9、飛車打ちで藤井九王が勝勢になりました。こうなると万全の攻めを続ける藤井九王です。この後は形勢を損ねるような手を指さない藤井九王です。藤井九王は詰みまで読めたのでしょうか。指し手が速くなりました。どんどん終局が近づいているような指し手になり、形勢も藤井九王が勝勢のままほぼ動かないまま進行しました。最終で藤井九王は4分使って最善手ではなかったが、大きな違いはなく投了に追い込んだ。105手で伊藤匠七段が投了しました。終局時刻は18時53分、消費時間は藤井九王3時間47分、伊藤七段3時間59分。勝った藤井九王はスコアを2勝一次将棋とし、防衛まであと1勝としました。これで勝率8割も確定しました。60手までは藤井九王がやや指しやすくなっていたが、61手目の藤井九王の6、7歩打ちから徐々に形勢が伊藤七段に傾いてきました。70手目に伊藤七段の2、3、金で形勢が戻りました。これ以降は急激な藤井曲線が完成しました。藤井九王が防衛に向けて着実に一歩を進めた。本局は藤井九王の先手番で、シリーズ3度目の角換わりに先手から軽快に動いて仕掛けていった。やや見慣れない形へ進行したとあり、伊藤七段は持ち時間をたっぷり使って慎重に対応。じりじりとした中盤戦で後手は選択が難しい中、伊藤七段は冷静に陣形を整備して形勢を押し戻した。しかし本格的な戦いが始まると藤井九王はギアチェンジ、後手陣に向かって強く進行をかけて流れを引き寄せた。苦境に立たされた伊藤七段は辛抱の中で入玉含みの構想を見せたが、藤井九王は正確な指し手を重ねて対応。伊藤七段に粘りを許さず鋭く寄せ切って勝利を手にした。伊藤七段が44手目と46手目に大長考が2回あり、早く時間を消費しました。藤井九王は最初は時間をほとんど使わずに指し進めていて、いつもとは反対の時間の使い方のようでした。しかし終盤に近づくにつれて藤井九王が時間を使っており、時間差が少なくなってきました。しかし時間の使い方も完璧で、ポイントとなる終盤でじっくりと読みを入れることができました。両対局者はインタビューの後、
大盤解説会場で来場のお客様に挨拶しました。藤井棋王は序盤は早めに動いて行く形を選んだんですけれども、ただその後また一旦局面が落ち着くような形になって、そこでどういう風に構成が取れるかかなり悩んだんですけれど、はい、結局よくわからなかったんです。そのあたりが非常に難しかったのかなと思います。伊藤七段は序盤からあまり前例が少ない将棋になって時間を使う展開になったんですけれども、こちらの方も自陣に馬を引いていく展開となったんですけど、ただそうですね、その馬が目標となってしまう展開になったので仕方のない状況だったかなと思います。藤井棋王、本日は大盤解説に最後まで多くの方に観戦していただきましてありがとうございました。次回が10日ぐらい後になるので、またいい状態で臨めるようにしっかり調整していきたいと思います。本日はありがとうございました。伊藤七段、本日は大盤解説会に多くの方にお越しいただきましてありがとうございます。スコアは2敗になってしまいましたけど、一局でも多く指せるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。最後にお願いがあります。2024年も藤井竜王名人の八冠継続とタイトル番勝負の連勝を期待し、また一般棋戦のグランドスラムも期待しつつ、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王名人に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とメンバー登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。